はい、本日はですね、11月に気になるニュースをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、先月から始まったばっかり、10月から始まったばっかりの大人気企画になってるんですね。来月もやってください、来月もやってくださいという、じゃあやらせてくださいということで、今月11月もやっていくんですけども、ちょっとその前に お知らせです。髪の毛染めました。それ以外のお知らせは特にないんですけども、染めてね、まず染めたてなのでちょっと紫が入っておりますが、すぐに金髪にまた抜けます。金髪にしたことある方ってわかると思うんですけどね、洗ってたらすぐ抜けるからね、また抜けると思うのでご安心ください。というだけで最初にお伝えしておきますが、もう早速いきたいなと思います。とうとう11月ですね、ダウンジャケットがめちゃくちゃもう出てきてます。はっきり言ってもこのタイミング逃したらもうないよと。今ちょうどね、11月上旬もう取って出しですわ。取ってすぐ出してるからね、皆さんこれ見た後すぐ買いに行かんとね、なくなりますせと。11月後半になってね、僕ダウン寒くなってきてから欲しいなって、遅いねと。そんなもんもう遅い、売り切れとるやないかいう話になってるとね、まあとにかく欲しいなと思ったらすぐに駆け出していってください。お近くのスポーツ店でもいい、セレクトショップでもいい、ノースで直営店でもいい、どこでもいい、とにかく走っていってね、ダウンジャケット買った方がいいかなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、ただただ僕が気になるニュースっていうのをですね、まあ7点ぐらいありますので、それをペラペラと喋っていってですね、まあ新作ニュースがほとんどです。だからね、まあそんな感じでお話をしていこうと思いますので、本日もお付き合いくださいという順番でいきますね。まず一つ目っていうのはノースエースですね。バルトロとかもついこの間僕行ったショップとかではもう売ってました。で、なんやったら普通に並んでます。こんなに普通にあるもんなんですかと。ちょっと2、3年前まではね、結構予約したりとかしちゃうとね、なかなか買われへんっていうのがあったんやけど、もう今はね、普通に全サイズ並んでおりました。で、そのショップではね、アンタークティカパーカーとかね、ヌープーシとかも全然あったりしたしね、まあ去年ぐらいまでかな、おととしぐらいまでかな、ちょっと買いづらかったっていうのは、もうほぼほぼ今やったらもうね、どこ行っても多分買えると思います。それこそね、1店舗目行ってないってなったりしても、こう回っていくとね、どこかしらにはあると思うのでね、まあ諦めずに、11月上旬やったらね、ちょうど今入荷した時期ぐらいなんで、行ってくださいよと。ほんでありますよと。ほんでこの冬乗り越えようぜ、なんて言ってね、まあノースエースとかの新作がそろそろもう出てきておりますので、この上旬にね、ゲッツしてあげてくださいというのがまず一つ目ね。で、二つ目っていうのが何かっていうとね、まあこれもちょっとノースエースに関わってくるかなとは思うんですけども、ノースエースね、たまにコラボで、純渡辺っていうね、コモデギャルソンのデザイナーの方かな。まあなんかその人とね、コラボしてね、マウンテンパーカー出してましたとかね、そんな結構やってるんですよ。で、ご存知の方って、見たことあるわと。純や渡辺かな、純渡辺かな、なんかあと、コラボしてるマウンテンパーカーです。値段見て、ジョヘー言うてね、16万とかね、全然あると思うんですけども。で、そのコラボしてる方がね、今度シュプリームとね、コラボするらしいです。で、日にち的にも明日かな、明日シュプリームとコラボということで、僕あんまシュプリームの話しないんですけども、まあ、ノースフェイスにちょっとだけでもね、足が擦れてるような話はね、関連するような話はね、しとこうということで、もうノースとシュプリームのね、コラボの話はもう終わってるんですけども、なんか渡辺さんのなんかやつありますっていう話が一つね。で、次はね、ちょっとイベントの情報なんですけど、これ面白そうやなと思うイベントがあってね、クリスマスキャンプというのが、福島とかなんかあっちの方であるらしいです。で、しかもそこね、サウナもね、確かあったんかな、なんかわからんけどもね、めちゃくちゃ魅力的なイベントしてはるやないかと。ちょっと僕も行かせてくださいよと思ったりするんやけど、遠いね、さすがに車で行くにしてはね、ちょっと去年仙台まで行ったんやけども、さすがに遠すぎるから福島まではちょっと用意かんけども、お近くの方とか言ったらね、クリスマスキャンプって名目でね、例えば、ご家族で行かれるのもいいやろし、男同士でね、仲良く行くっていうのもいいやろし、それこそ彼女とかね、これからちょっと仲良くなりたいなっていうことなんかね、俺ギアいっぱい持ってるからちょっと手ぶらでおいでよ。面白いこと しに行こうよ、言ってね。まあサウナはさすがに行かれへんやろけどね、付き合う前はね。まあ一緒にちょっとキャンプだけ行ってね、ほっこりホットコーヒーなんか飲みながらね、山でも見たらどうですか、なんていうこともいいかなと思ったんでね、一応お伝えしておきました。で、その次のね、ニュースっていうのが、ワイルドシングスの店舗ができたっていうことでね、まあワイルドシングスってまあ一応アウトドア系やからね、お話はしようかなと思ったんですけど、僕もね、唯一1点ぐらいシャツ持ってるだけなんで、まあ、あんまり知らんねんけども、まあ、そういうアウトドアブランド出したっていうことでね、むしろ今って結構店舗がね、コロナによってまああんまりいいことじゃないんだけど、どんどんこう閉店閉店していってるじゃないですか。まあその中でね、直営店を逆に出していくんやというこの攻めの姿勢ね。で、ワイルドシングスっていうと確かデナリやったかな、なんかデナリジャケットかなんかっていうジャケットあったと思うんですよ。それね、僕買うかどうか迷ったこともあったんやけども、レビューしようかなと思ったこともあったんやけども、未だにはまあまだやってないんですけど、店舗がね、東京の方やからね、まあ大阪にできたらね、また一回ちょっと行ってみようかななんて思ってますが、まあそんなんができたと。で、次のニュースね、これガビーンのニュースですよ。ガビーンのニュース何言ってたね、僕パタゴニアで R2 っていうフリースめっちゃいいですよと。で、それこそ三大フリースっていうのがあるんですね、パタゴニアには。レトロ X、 はいはいはい、でスナップティー、これはキムタクが着てたですね。で、最後が R2、 これ R2 は結構登山の人にばっかりフューチャーされるけど、間違いでも着れるんよって言ってたんですけども、どうやら廃盤らしいです。あら、まあ残念ということで、まあもしかしたらアウトレットとかに行けばね、最後の売れ残りっ
というか、もう作ってある分が残ってるのやつは買えるかもしれんけど、もうこれから新たにはね生産せえへんらしいので、あ、ちょっと残念やなと。せっかく去年 R2 を知ってね、いいですよ言うたけど、今年になってなくなってるからね、まあ、僕が原因やったかちょっとわからんけども、まあなくなったということで、その次もね、もう一個残念なお知らせ、何っていうとね、エディバウアーがもう日本から撤退したっていうことでね、エディバウアーで何でそのわけわかりませんわってことなんですけども、僕も今こうやって着てるねダウンジャケットって、このエディバウアーさんというおじさんが作らんかったらもう今なかったんですよ。だからそのエディバウアーというおじさんが作ったのが初めてダウンジャケットであったんやけども、そのダウンジャケットがきっかけでいろんなブランドもダウンジャケットを出し出したというね、もうファッション業界においてはね知らん人はおらんでいう感じなんですけども、それがね日本にもあったんですけど、まあまあ残念ながら日本は全店閉店して撤退していったということになってるので、今もしかしてエディバウアーのジャケット持ってあるっていう方は結構なんていうのレアというか、まあ後々ね、あの元祖持ってはるんですかなんてなることになるかもしれんけど、まあそんなことがあると。でそれ以外にやったらですね、アディダスもとうとうアウトドアライン出しましたね。おいおいおい、スポーツで黙ってないんかと、サッカーで終わらんのかいうことでね、あのアウトドア系のラインを出してきたということで、プリマロフトとかも使ってるから、いよいよ本格的にあのスポーツメーカーとアウトドアがあまり混雑してきてね、あ、一緒になってきたなっていう。あのミズノとかもね、今アウトドア系のそのファッションというか、まあ、洋服やねんけども、ちょっとアウトドアチックな感じとか機能性のあるねミズノのジャケットが出てきたりダウンが出てきたりしてるんですけど、まあ、そんなことでねアディダスもちょっと負けてられへんと、ちょっとうちも行かせてくださいよなんていうことでね、あの参入してきてるということなんで、これからちょっとまあ買う側の僕らからしたらね、競争してくれればしてくれるほどね、まあやっぱ価格も下がってくるでしょ。めちゃくちゃ高機能なプリマロフト使ってますね。アディダスがこの値段で出すの、ほんならじゃあうちはちょっともうちょっと下げましょうか言うてね、こういう価格競争がやってくるっていうのはもう間違いなく来ることなんで、今後ねどん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 買いやすくはなってくるんかなと思います、高機能なものっていうのがね。で、まあそんな感じで、次のねニュースというのが、ナンガのね面白い羽毛布団がありました。でこれ何の布団かなっていうとですね、これ誰入るようなんですか、あ、赤ちゃんかななんて思ってね、パッてね画像を見ていくと、なんやワンちゃん入れる用の布団、これワンちゃん入れる用の寝袋なんか売ってますの、へえそんなとこまで手出してるんやねって、手出してるって言い方が、あ、そんなとこまでやってるんやねって思ってね値段見るじゃないですか、ワンちゃんに2万円って言ってね、ワンちゃんに2万円寝床にですよ。でしかも寝へんかもしれんし、おとなしく寝るんやったらいいけども、それ寝んとねそこら中走り回ったりとかね、寝るとこ結局わしんとこ来て寝たりしたらね、この寝袋どないすんねんと、座布団にでもしようかってなるじゃないですか。だけどそれがね2万円で売ってるってすごいなと思ったんですけど、そんなんがありますよねいうことと、最後はねもう一個だけお話しさせてください。あのこれ何かってちょっとおまけなんですけどもね、天一のねスニーカールコックスかななんかっていう、なんか鳥のねスポーツブランドあるじゃないですか、そことコラボした天一が50周年かなんかね、いかにもね天下一品が好きな人が持ちそうなスニーカーなんですけども、まあこれは何やろな、インテリアとして飾るっていうのもね一つありかなと思うし、僕の視聴者さんってね結構ラーメン好きな方多いからね、別に天一好きじゃないよとかね、まあ俺京都出身じゃないよっていう方からしてもね、あ、なんか面白いなっていうか、ちょっと遊び心あるじゃないですか。だからまあ履くか履かんかは別にして、一つのまあ飾り、飾るのと同じように、まあ、スニーカー飾るっていうところでね、あ、面白いんかなと思ってご紹介はさせていただいたんですけども、僕自身もラーメン好きやし、天一にもねもちろん何回も行ったことあるし、よくあのパチンコ屋で僕バイトしてたんですけどね、その時のパチンコ屋って営業時間が11時まででしょ。でそっから締め作業するんですよ、後ろでねいろいろ台拭いたりとか、台の裏なんかチェックしたりとかいろいろするんやけど、だいたいそれでね帰るってなったら腹減るんですよ、夜の12時ぐらいですわ。ほんな空いてるとこってだいたい天一なんですよ。で天一2時ぐらいまで空いてたから、天一行ってラーメン食って帰るっていうのがまあ流れやったんですけど、そのパチンコ屋時代、あの金のなかったねアルバイトしてたパチンコ屋時代をちょっと彷彿させるんですけども、まあそんな天一のスニーカーが出てますよということでね、お話をさせていただきました。だからまあ一応今月はねこんな感じになってるんですけども、やっぱりあのメインのねスタンダードのアウターとかがずらーっと出てくるし、別にノースレスに限ったことじゃなくて、いろんなメーカーからね毎年出してるようなダウンジャケットがずらーっと出てくるので、まあ、ここはほんまに狙い目というか、各ショップのねオンラインストアも見とくの大事やし、あと今やったらインスタグラムかな、インスタグラム見とけば大体その入荷情報とか、もうあんまり今買われへんアイテムってないからね、バルトレですらね別に予約とかせんでもね、あの普通に並んでからっていうか、その店舗に並んでる状態で買えたりもできるんで、まあインスタとかを見とけば、あ、こういうの買おうかなとか、こういうのじゃあちょっと今度着てみようかなとかって試着しに行ってみたりとかね、まあそういうのもいいんかなとは思
います。で、だいたい11月で一旦終わるんですけども、来月は来月でね、また限定バージョンとかなんかそんなんが出てくるんですよ。だからノースフェイスとかもね、ひとしきり全部終わるんだけど、12月は12月で次に何かの限定バージョンとか特別バージョンとかがまあ何しか出てくるんですよね。だからそれはそれでまた逃されへんよねということで、来月もね、需要があればそんなニュースのお話もしようかななんて思ってるんですけども、需要がなければ今回でおしまいですというね、あくまでも数字メインですからね、僕のは数字が出えへん方もうすぐその企画はおしまいということになってますので、まあ、もしあの来月も見たいという方がいらっしゃればね、来月もやってねってコメントいただければ、ぜひぜひやらせていただきたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、11月の気になるニュースをお話ししてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。